今回は肉系の渋谷ランチまとめて5つご紹介。1店舗目はこちら。ここのおすすめはハラミのひつまぶし。まず見てほしいのがこの綺麗な色味。お肉には熟成ハラミを使用。柔らかく旨味が強めで絶品。1回目はそのまま食べて、2回目は温泉卵を乗せて黄身を崩しながら、ラストはわさびやネギなどの薬味を乗せて出汁をかけたら完成。肉の旨味と出汁が相まってめちゃうま。2店舗目はこちら。ここは究極のハンバーグ定食がおすすめ。見てください、この肉の分厚さ。牛肉 100% のハンバーグは肉汁が溢れてきます。他にも目の前でチーズを削ってくれるアボチや野菜たっぷりの二郎なんかがありました。さらに定食には6種類の薬味と愛知県産のブランド卵がついてきます。3店舗目はこちら。ここで食べてほしいのがこちらの切り落とし定食。お肉には特選黒毛和牛を使用。サシが入ってて絶品です。他にもカルビやロースがついてきます。ちなみにご飯はおかわり自由。4店舗目はこちら。ここで食べてほしいのがこちらのサンドイッチ。見てください、この大きさ。何層にも重なったチーズとローストビーフは絶品。お肉自体は肉厚でジューシーです。5店舗目はこちら。ここのおすすめは焼肉食べ放題ランチ。上質なロースやハラミに炙り肉寿司、サガリなんかが食べ放題。制限時間は90分。ドリンクバーもついてます。こちらが食べ放題メニューです。気になる方はぜひ行ってみてね。